部屋が汚すぎる。はいどうも皆さんこんにちは、エルニーニョです。で今回なんですけど、皆さんねお久しぶりにやってきてまいりましたよ。もうタイトルとサムネをご覧いただければね、あこいつまたやってんなと、なると思います。そして今回ですね、いつもと状況が違うわけなんですよ。今ですねこれ撮影時刻、撮影日時がですね7月2日日曜日4時30分ということでですね、はい、まあ普通に今さっき起きたんですけど、ですね期末テスト前日です。ということでですね、はい、期末テスト前日なんですよ。期末テスト前日に普通に夕方に起きてしまい、勉強しなきゃいけないと教材をはじき出して、最終的にこれから何をしようかとはじき出された結論なんですけど、エア掃除ということでですね、今回は期末テスト前日で積んでるので、とりあえずお部屋掃除。はい、てなわけでですね、今日ですね、まあ、この動画を撮り終わって部屋掃除し終わった後にこの動画編集して、それで編集が終わってから初めて勉強をスタートするので、ですね、もう本当に時間がないわけですよ。なのでね、テキパキやっていこうかなと思います。はい、もうちゃちゃっと部屋も掃除しちゃってみたいな。とりあえずまず最初は物撮りですよ。今僕の部屋がどのような状態になっているのか皆さんに見せていこうと思います。はい、ということで今回はですね、山から流れてる天然の水より綺麗な自分の部屋をね、皆さんに紹介していけたらなと思います。ということでね、早速、入っていきたいと思います。まずここね、ドアノブがあって、ここを開けると、ということでですね、今の僕の部屋がこのような感じになっておられますね。本当に救いようがないね。いやー、前までもですね、普通に今このね、部屋掃除動画が上がってなかった期間、いや、まあ別に部屋はね、汚れたらまた片付けてみたいなことはしてたんですけど、とうとう最近やらなくなってですね、あーもうちょっとまずいぞということで始めたところでになりますよ。で、今ね、こんな感じで動画ちょっと撮ってるわけなんですけど、いや、本当にね、おかしい。マジで汚すぎて、もう話にならないので、速攻で、綺麗にして、やっていきましょうか。ということで、お久しぶりのお部屋掃除。ならない。やっていくぜ。まずなんですけど、ちょっとここら一帯にね、服が散乱しすぎているので、ちょっとこの服たちをね、一旦、畳むなりなんなりしてね、収納していこうと思います。な、なに？断捨離？お前、いらない服捨てろって。ああ今度ね。はい、ということでじゃあね、早速音楽でも流しながらね、やっていこうかなと思いますよ。ちょっと待って。熱すぎる。え、待って、熱すぎるな。え、待って、マジで熱いんだけど、おかしくね？ちょっと待って。話が違う熱さがしてきてる。やばいよ、これ。ありえねえぐらい熱いんだけど、なんで？上脱ぎたい。もう全部。やば、え、もう全部脱ぎたい。もう、これ全裸で部屋掃除していいですか？ちなみに。俺はやる男だぞ。まずい。お釈迦になったカカオ 86% チョコレートが出てきた。大丈夫か、これいつのだ。苦すぎ。やべえな、ちょっとこれ熱すぎてアカン体低気圧なんですけど、とりあえず気合でやってくぞ。はい、ということでですね、今一通りね、床に散乱してた服を畳んだので、これからですね、こちらのタンスにね、打ち込んでいく作業をね、やっていこうかなと
思います。ということでですね、もうタンスがキャパオーバーでですね、もうこのタンスね、かれこれ、8年ぐらい使ってるんじゃないかな。うん。もうね、入りません。いや、でも入らないとかじゃなくて、入れます。これでまず、よし、ぶち込んで。完璧。ここはズボンゾーンですね。はい、もうすでに破裂しそうなんですけど、まあ限界って超えるためにあるんで、ぶち込みます。分厚いけどこれももうよしかな。薄いっていうのこのやつ、よく履くやつね。カーボパンツは分厚いんで、まあ、上に重ねる感じで。よし、これはまあ比較的薄めだから、こんな感じで、しまって、完璧。待って、この水ちょっとダメな味する。いつのかわからないペットボトルが大量に押収されました。うん、この部屋終わり。てか、ほとんど飲み干しちゃった俺も終わり。これでもし明日ね、テスト参加できませんでしたとか言ったら、おそらくこれが原因かなと思います。やばい、ちょっと、あれ飲んでから気持ち悪くなってきたな。はい、ということでですね、開始からだいたい1時間とちょっとが経ったんですけど、見てください。ズン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 、なんと我が家に床が帰ってきました。はい、ということでですね、床の部分は、一応ね、まあ芝が見える程度応急処置は済みましたね。この机たちがあるんですけど、その机の上から下は一応ね、まあ綺麗にしましたよということで、まあ少し思った方がいると思うんですよ。いや、お前待てよと、お前これ別にそんな綺麗になってねえじゃねえかよと思った方いると思うんですけど、あのね、その通りです。はい、僕の部屋掃除はね、根本の解決をしないので、あ、これもう無限にずっとね、同じ過ちを繰り返してって、掃除して繰り返して掃除してっていうね、あのループなんですよ。物を捨てないからね。うん。それは分かってるんだけど、今度ね。ということで、じゃあ、上エリアの掃除、やっていきたいと思います。まずはですね、朝、俺がここでね、髪の毛をやったりだとか、お風呂上がりにスキンケアをしたりだとかする環境がね、もう、終わっているので、掃除していこうと思います。ここ長いこと掃除してなかったせいで、マジ引くほど汚いっすね。ちょ、マジエグいんで、ちょっと一回、ちょっとここ拭きます。え、やばすぎる。え、エグいな。ちょっと待って。髪の毛だらけなんだけどな。やばすぎ。よし、ちょっとこっち側だけ一旦綺麗にしたから、並べていこう。鏡もマジでちょっと汚いんでね、拭いておこうと思います。マジでさ、鏡って急にクソ汚くなっちゃうんだよな。なんでなんだろう。部屋が汚いから、それとも俺が汚いから。オッケー、鏡めっちゃ綺麗になりました。うわー、いや、もう暑すぎる。はい、ということで、ここのエリアですね、ひとまず綺麗にしました。うん、いや、もうちょっとここも物をどうにかしないと根本の解決にはならないんだけど、まあテスト前日だし今度ね。ということで、次なるエリアに向かっていきましょう。はい、ということでですね、続いてラスボス最終関門でございます。デスク周りを掃除していきたいと思います。もうやめたいな。俺なんでこんなことしてんだろう。もう今だって6時過ぎてますからね。この後編集して、編集終わらせて動画上げてから勉強開始。うん、寝れねえ。はい、ということでね、やっていきたいと思いますよ。やっていきます。
ちょっと今ね、懐かしいもんが出てきたので、やってみようと思います。皆さん覚えてますか？俺が昔動画でやった、ダイススタッキング。ということでですね、そんなことをしているうちに、ズンズズズンと、私のお部屋掃除、終了しました。ちょっとカメラの充電がないので、手短にやらせていただこうかなと思います。はい、ということでですね、僕の新しく生まれ変わった部屋が、こんな感じ。ゴミ袋があるんですけど、はい、ということですよ。こんな感じでね、期末テスト前日に、何も勉強してない中、急にね、掃除を始めた高校生でした。ということでですね、皆さんもね、まあ、やっぱりね、環境は大事ですから、うん、ちょっとね、まあ、心を入れ替えるためにもね、掃除とかしてみてはいかがでしょうか。はい、ちょっとカメラの充電が切れそうだからめちゃくちゃ早口でやらせてもらうんですけど、ですね、はい、ということで皆さん最初から最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画配信でお会いしましょう。バイバイ、さよなら。おつにいにょ、バイバイ。これから、編集してから、飯食って風呂入ったりしてから、勉強か。留年だ。